Japanese stories. Yo! Minasan, konnichiwa. Wanshita desu. Indo no Hyderabad toyu machi kara desu. Minasan, konnichiwa. Arudhara Maria desu. Minami Indo no Kerala toyu basho kara desu. Watashi tachi wa kyou shoppingu nitsuite kaiwa shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. よろしくお願いします。オンスタさん、こんにちは。こんにちは。お元気ですか?はい、私は元気です。はい。では、今日は私たちはショッピングについて話しますから、これからショッピングについて話しましょう。はい。オンスタさんは ショッピングが好きですか?苦手。あ、そう。ショッピングは、私、ショッピングのこと、聞いてないんですけど、苦手。あ、そうですか。あまりしないんですね。はい。じゃあ、青木さんは、では、野菜などは、どこで食いますか?野菜なら、私の近所で、はい。というマーケットが、土曜マーケットというマーケットですか?それは何ですか?どんなマーケットですか?あ、そうですね。土曜マーケットは、土曜日、土曜日、日が、マーケットです。例えば、私の近所で、土曜日だけの、マーケットです。他に、普通の近所で、水曜日の日だけ、マーケット。あ、そうですか。マンデーマーケットというマーケットと同じですか? マンデーマーケットというマーケットと同じです。マンデーマーケットは、月曜日だけ、開いているマーケットですね。はいはい、はい。私は、大学は、ハイダラバードという町にありますから、土曜に住んでいた時は、マンデーマーケットについて聞いたことがあります。でも、行ったことはないんです。そうです。はい。そして、友達は、マンデーマーケットに行ったことがあります。ああ、そうです。ケルラとハイデラバードは、ケルラに、マンデーマーケット、マーケットですね。ケルラには、マンデーマーケットや、土曜マーケットなど、ないと思います。私の父は、野菜を買うとき、青物屋やスーパーに行って買います。私は、ハイダラバードに行く前には、マンデーマーケットなどについて知ったことはありません。ハイダラバードは、前、に行って、野菜、果物、けど、野菜、果物が、高いんですか?あります。そうですか。はい。マーケットは、どうして特別なんですか?安い。売り手がたくさんありたり、野菜、果物も、旬だし、とあ、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 
安くて新鮮なものですね。はいはい。そうなんです。わかりました。じゃあ、服などはどこで買いますか？ああ、そうですね。周りの店に行って買います。ああ、そうですか。ここはいつも買いますか？私は、誕生日に、一週間に、服を買ったり。あ、誕生日のショッピングに、服を買いますね。あ、はい、子供の時、パーティーがありますか。いろいろ新しいやつを買いますけど、パーティーのためじゃなくて、買うために、服などがたくさん買います。ああ、そうですか。はい、私は、選ぶ、選択が、だからですから、私、を選ぶ気が、思います。私は、このもの、このは、6歳と思いました。6歳まで買います。そうですか。はい。私は、服などは、1年に2、3回ぐらい買うと思います。もう特には、アンスタさんのように、誕生日にもちろん買います。他には、クリスマスの時は、家族はみんなショッピングします。クリスマスの時は、私たちは一緒に、他の都市に行って、服を買ったり、一緒に食事したり、クリスマスツリーの飾り物を買ったりします。はい。一度は、ツリーとから、パジャマとかは、たくさん買ったので、服を買うように、お金が足りなかったんです。ああ、そうですね。残念ですね。はい。この、その質問くらいが、どうやっていろいろなで、セールが足りてたら、いろいろな、製品、いろいろなものが買うことが、やさいですね。はい、安いです。安いです。はい。では、ワンスターさんは、祭りのショッピングはしませんか？ワンスターさんは、どんな祭りにショッピングしますか？祭りのたび、買い物しません。実は、ね、誕生日、服を買います。いろいろな服をします。そうですね。もう、誕生日だけ、お祝いしますね。はい。私は、誕生日の前に、一緒に、いろいろ、人との時に、服を買います。どんなイベントですか？そうですね。結婚式とか、セントとか、パーツとか、いろいろな、大学の、大学にいる時とか。そうですか。はい、わかりました。じゃあ、おじさんは、スキンケア製品は買いますか？
そうですね。信じやっぱ、この時代、この時代に、必要とかありましたね。はい、私たちの国では、正義が良くないですから、スキンケア品は、もちろん、必要なものです。私が、家族の肌が乾燥ですから、私は、スキンケア品が、使います。そうですね。私の肌も乾燥ですから、私はいつも、モイスチャークリームを使っています。アンピカさんもモイスチャークリームを使っていますか？モイスチャークリーム、これが、ボディが、よく使います。ボディローションですね。はい。はい。はい、わかりました。家族はみんな、同じローションを使っていますね。はい、同じブランド。買います。そうですね。はい。わかりました。マリアさん、文具は買います？文房具ですか？はい。はい。私は文房具が大好きです。いつは、時に、ノートとか、鉛筆とか、ペンは、たくさん買います。いらなかったん、いらない日にも、その、鉛筆とか、ノートなど、たくさん買います。そう。実は、ノートとか、ペンが、買います。でも、私、鉛筆だったら、とか、私が、鉛筆のデザインが、一番、いいから、よく、実践します。ごはん、ペンがあまりいいですね。鉛筆のデザインはとっても綺麗ですね。はい。はい。私は、色鉛筆が大好きです。私は、映画上手ではないんですが、見ると、綺麗ですから、色鉛筆もたくさん買っています。そうですね。私の場合は、鉛筆のデザイン、まるで、まるで英語のように見たいんですが、英語のように好きです。はい。私もそう思います。同じ考えがあります。はい。じゃあ、アンピカさん、今日は、面白い話をしてくれてありがとうございます。私たちの会話は、これで終わります。はい。マリアさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ジャプニングストーリーズ。よー